2017年ですかね、去年の段階で、インホテリアという会社、まあ、上場企業ですので上場企業の株主投票で利用させていただいたのが初めての導入です。で、その時は、まあ、日本の中で上場企業で初めて、ブロックチェーンを使った投票を行ったということでいろんなところでプレスとして、取り上げていただいているんですけども、まあ、導入の、時間が結構短かったんですね。開発期間はもう1ヶ月ぐらいしかなくて、その中でブロックチェーンいろんなものをどれを使おうかと検討した結果 API が一番簡単で、まあ、開発期間的にも短くて済むであろうということで利用させていただきました。実際開発自身を、まあ、僕もやったんですけども、まあ、簡単に UI 上で、まあ、仮想通貨ではないですけど独自のコインの定義が簡単にできますので、まあ、その分時間短縮ができてます。あと API も、まあ、ブロックチェーンの概要をご存知の方であれば簡単に作ることができますのでそういう意味でも時間短縮ができたと思ってます。 API があるといっても、まあ、一部、特定の用途に特化している API もあると思っているんですね。具体的に言うと画面の表示をベースに考えられているような API も一部あると考えています。ですので、なんかコインをやり取りする以外の用途で考えると、まあ、サーバー間のみで実行する API とか、そういう API の機能追加とか、いろんな場面を想定した API とかが追加されるとありがたいと思ってます。今回の株主投票も金融から離れた使い方かと思いますけども、それ以外にもいろんなところで使っていきたいと思ってます。